ーめっちゃ眠たい。おはよう。おはよう。眠たいです。おはよう。テオさん可愛い、ありがとう。めっちゃさ、ダメだ、暑くて昨日全然寝つけれなかったんよね。めっちゃ眠たいやけん。微熱、え、大丈夫？大丈夫？心配だ。ゆっくりしてね。ちょっとか風が流行ったんかな最近。どうなんや、どうなんじゃろうか。おはよう。そう、昨日暑かった、めっちゃ。おはよう。うん、クーラー、あ、クーラーつけたの？そっか、暑いよね。昨日なんかね、家帰ってきてからね、あんまり窓開けてなかったんだよね。だから多分空気的に昼間の暑い温度がお家の中こもってたんかもしれんと思って、窓全然開けん取らんかったけん。帰ってきて、え、今日雨降ってる、びっくり。確かに。でも先週、来週雨とか言ってた気がするなと思って、今日雨降ってる、危ない、今日雨降ってるわ。たまっちさんラブレターありがとう。ね、あ、今週1週間まるまる雨なん？マジで？台風か。うわぁ、雨か。月曜日雨ってちょっと気分下がっちゃうよね。あぁ、ってなっちゃう。雨の日って、いつもよりも。梅雨の始まりぐらいかな。おはよう。私は元気だよ、体調的には。おはよう。慎吾さんかわいい、ありがとう、ありがとう。次、あ、洗濯。雨。確かに週末の京都晴れてほしいね。わかる、確かに晴れてほしい。確かに晴れてほしいです。わかる。
どうなんじゃろう、週末の今日耐えるかな、どうじゃろうか。ね、雨降ってるね。ともちさんハートありがとう、ありがとう。ありがとう。ダメな二人だけど大丈夫か確かに自分とくるくる、私とくるくるは、いや大丈夫、晴れはさすね。今週末京都だよ。え、あ、早いね。今週末京都か、めっちゃ先やと思ってたけど、京都めっちゃ先じゃーって思ってたけど、早いね。あっという間に来るわ。台風が来る可能性もある。え、ほんまに？そこ直撃？そっか、でも台風の影響で今雨降ってるってことは台風の本気が来るってことだもんね。なんて言うんだろう、台風の本気、台風もうもろ台風ちゃん、台風が来るってことだから、確かに台風はいつ来るんだろう。台風の本気がね、台風の本気が京都と当たるとか、そんなことあったらもう泣いちゃう。新幹線とか動かなくなっちゃって大変だよね、台風の本気が来て。おはようね。5月終わるとか信じられないよね、ちょっとね。私も信じてない、まだあんまり5月終わること。早すぎちゃう、なんか早すぎちゃってびっくりだ。早すぎだよ。京都でお清め、え、お清め確かにそのレベル、そのレベルの雨やんなね。え、あ、週末に沖縄なんだ、そういうことか。じゃあ広島まではやってこないぐらいなのかな、台風の本気は。沖縄、沖縄の方が大変なのか。京都は修学旅行で激混み、うん、確かに修学旅行シーズンだね。え、でも広島もいるよ、修学旅行生みたいな方が、子たちが、生徒、生徒っぽい子たちがいる、いる。本通りとかにも制服着て、なんか5人ぐらいの男女で制服着て団体で回ってたりするから、反行動中なんかなと思いながら修学旅行で反行動の自由行動しとるんかなとかって思いながら見てますね。多い、ちょっと増えてきたかも最近修学旅行生が。多分春の修学旅行シーズンなんかなと思いますよ、ね、おはようね。え、蒸し暑いね、雨の影響かな、雨の影響かな、めっちゃ蒸し暑い、ムシムシする。ひろちゃん初見さんおはよう、ありがとう。おはようねえ、大変大変。あ、お話かありがとうね、こちらこそありがとう、また話そうや、ありがとう。アズミン好きすぎ台風加速、え、私が好きで台風やってきちゃ、台風やってきちゃうのかな大変だ、モテ期だから今モテ期だから台風にもモテちゃう。あ、修学旅行広島、え、そうなの、あ、すごい、原爆資料館
そっかそっか、じゃあ来たんだねえ。修学旅行終わったよ、もう私は終わりましたよ。楽しいよね修学、私めっちゃイベント系大好きだったから、修学旅行楽しかった、好きだったですよ。小中高と夜活も好きだったな。でも夜活は小学校の夜活が一番楽しかったかな。言うて小中しか行ってないけど夜活。修学旅行はね東京行きました。高校の修学旅行は東京に行った。あずみも制服で紛れてバレないバレない、一緒にしれっと参加しててもバレないから修学旅行生だと思われるかな、制服で歩いてた。ねえ、あ、一応6月4日晴れ、よかったよかった。えりちゃん大好きな受験さんありがとうね。台風にも敵は全然嬉しくないな台風にも敵ちょっと嬉しくないな本当の雨女になっちゃう、台風にも出たら。おはよう、いってらっしゃい、嬉しい。つのさんバラありがとう。そう東京行ってた。バレないかな紛れれるかな修学旅行生。そう楽しかったよ、お話し会楽しかったよ、ありがとね。おはよう。表参道は行かんかったな。なんかねずっとお台場にいたんだよね私。多分ね修学旅行の計画ミスったんよめっちゃ多分ミスってて、言ってそんなめっちゃ自由行動があるわけじゃなかったんだけど、なんかクラス全体でお台場に行ったんですよ。学校全体で絶対お台場に回るっていう時間が設けられてて、でそっから何時間かぐらい空いて、3あでも10時間あったな、4時間か5時間かな、5時間はないか、4時間か何時間か自由行動の時間があって、そうで何時にお台場に戻ってきましょうみたいな、ここに戻ってきましょうっていう、なんかそんな感じの予定で、で他の友達とかはなんかもうちょっと電車とかの使ったりして、なんかちょっと遠くて違うところまで行ったりしてる子たちいたのね。でもずっと移動せずにっていうか、ちょっと歩いたけどあんまり移動せずに、そうお台場から出ずになんかうまく出れなくって、友達とずっとお台場いたの自由行動お台場で過ごして、そうずっといるからさ、ずっといて もうあと1時間か残り何するとかってなっちゃって最後らへんそうもうちょっとね、あフジテレビも行った行きました。うん、リア君青いハートありがとう。あれも見たよ、なんか大きいさ、大きいなんだろうあれ、大きいガンダムそうガンダムを見た。ともちさんだるまちゃんありがとう。そう徒歩、うん、ずっとお台場にいて、もうちょっと友達系終わった後でどこどこ行ったよって友達の話聞いて、え行ったのって、すごいって、行けば確かに行けばよかったとかってなりましたけども、大満喫して、お台場めっちゃ満喫した。おは
はよう。あとちょうど、今普通に今もやってるのかな、あれをやってて、その間、その期間、光がすごいやつ、光がすごいやつもやってて、なんかなんだっけ、光がすごいやつ名前が出てこない、イルミネーションじゃなくて光がねすごいやつ、ピカピカしてて、なんかいろんな、チームラボ、そうそう、チームラボ、チームラボ、あれはずっとあるのか、そう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 、チームラボ見に行った、うん、光がすごかった、うん、ありがとう、チームラボ見に行って、めっちゃすごかったよ、めっちゃ綺麗だった、めっちゃ綺麗だったな、懐かしい、維新伝心ゲーム私の思ってること当てるありがとう、すごい、でもみんな結構な確率で私と一心伝心してくれる、言葉が出てこないからいつも、なんかね、タワー系は見れなかった、東京タワーとかスカイツリーとかは見れなかったんですよね、見たかった、ちょっと難易度高すぎ本当本当にみんなが結構すんなり当ててくれるから意外といけるのかとおはよう、すごいよね、でも本当言葉出てこないから、みんなのこれにいつも助けられてる、あ、それ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 ってなる、おはよう、首が止まらないや、あ、今はないんだ、チームラボ、そうなんだ、あ、レインボーブリッジは行った、うん、なんかね船の上でご飯食べましょうみたいな時間があって、レインボーブリッジ見ましたよ、お仕事行ってらっしゃい、あくみん、あくみん新しい名前ができた、あくみん、屋形船じゃなくて、もうなんかじゃない、なんだろう、クルージング船みたいなやつ、あの去年の冬にあのクルージングイベントしたじゃん、あんな感じの船、そう STU でクルージングイベントしたような、おはよう、そう、船の上でこう、おはよう、元気だよ、懐かしいです、懐かしいな、東京、東京でも旅行で行ったの、それぐらい、それが初めて、今のところ最初で最後、旅行、東京旅行なんだよな、それからは
モエスティー入って、あのフェスとかお仕事とかで東京行くみたいな感じだけど、本当に旅行したのはね、それがね最初でね、今のところ最後なんですよね。東京だから普通に浅草とか東京タワーとかスカイツリーとか、なんか観光しに行ってみたい、東京に観光で行ってみたいなってすごい思う、ゆっくり。え、いいな、かき氷、日本科学未来館、わ、え、行かなかったかもね。クルージングツアー楽しかったね。ツアー、クルージングイベントか、ツアーじゃない。おはよう。確かに最近フェスとかも渋谷、確かに。え、浅草行ってみたい結構今行ってみたいかも、浅草。浅草いいな、行ってみたい、行ったことない。おはよう。したいの初色そっか、確かに見ちゃったえ、旅行中なの、すごい。え、めっちゃいいね、温泉旅行行ってるの、いいなーいいなーいいな、いいな、温泉旅行行きたい、私も。ずるいずるい、いいなー、いいな、ずるいな。おはよう。うん、東京ね、 STU 入って、東京行く頻度みたいなのは全然高くなったし、東京めっちゃ行くけど、お仕事で行ってる、行くから、そう、観光とかねゆっくりはできないので、着物着て歩いたりしたいな、浅草ね。確かに着物着て美味しいものもいっぱい食べたい。うんうんうん、おはよう。いいな、温泉、温泉結構羨ましいな、行きたいの、温泉巡りしたいのよ、温泉旅行。おはよう。ねえ、着物いいな、着物着てさ、着物着て回るのいいよね。あの着物借りて、その場所で浅草とか、ストーチだと多分岡山の、この前行った美観地区とかも着物来て回ったりとかしてる、できたりもするし、してる方結構いるから、着物借りて回るのめっちゃおすすめ。岡山の、京都とかもね、着物借りて回ったり、ああいうのめっちゃ憧れる。やったことないから、いつかやってみたいなって思う。ねえ、確かに4人で温泉旅行行きたい。結構多いよね最近ね、着物レンタルね。いいな、旅館、めっちゃ楽しそういいな、うらやましいよ。おはよう。
いいな。舞妓さんなってみたい。確かになれるよね、京都ね。でも一回お母さんたち家族で京都に行った時に夜ご飯食べて、夜ご飯食べてなんか夜歩いてたのね、道を。そしたら本物の舞妓さん、本当の舞妓さんが歩いてて、夜、本当の舞妓さんってなって、本当の舞妓さんが歩いてたのよ。めっちゃ綺麗だった、すごい覚えてるの。京都で、ともっちさん、だるまちゃん、ありがとう。多分移動してたのかな、なんか移動してる舞妓さん、羨ましい。走っていこうか走っていこうか。あずみん分の浴衣用意しとってじゃねえ舞妓さん、クラシックな美観地、多いよね。ねえ着物環境、観光光客、クルアイさん、だるまちゃん、ありがとう。ねえ、地元、絶対美味しい。朝和食派だね。あんまもう、ご飯の方が好きかも。パン屋よ。お仕事行ってらっしゃい。またね、頑張ってね。そう、本当じゃない舞妓さん、いや本当じゃない舞妓さんは、あの、その舞妓さんの格好できるじゃん、お店とかで。舞妓さんの格好をして歩いてる一般の方じゃなくって、本当に舞妓さんをされてる方ってこと。本業舞妓さんの方、舞妓さんの格好をしてみたよっていう観光客じゃなくって、本当の舞妓さんから、本物の舞妓さんだって。本物の舞妓さんっていう表現の仕方があってるのか分かんないけど、本物の舞妓さんだと思ってね。でもやってもらいたいの、もう本当に髪も全部こうやって上げて後でクッて結んだりする、本格的にね、やってみたい。私も一回、ありがとう。ヒゲジンしんちゃん先生さん、すすらん、ありがとう。あるの舞妓さん。トンジェムリョウさん、初見さん、なーに、ありがとう。おはよう。アンさん違うか、アンさんこっち来いや絶対違う、わかんない京都弁。アンさんこっち来いや、すんまへんな、カンニンなって感じじゃない、違うかな、ちょっと怒られそう、違うって。こっち来いや、ドスエーか、あずみドスエー、おはよう。本物じゃないのバレちゃう、確かに偽物なのがバレちゃう
こっち金サイヤー、こっち金サイヤーなんだ。日本と日本、日本じゃないわ、広島と似てる。こっち金サイ、広島とこっち金サイって感じ。ちょっと違うな、難しいな。祇園は裏通りいい店がいっぱいあるから、ね、そうなんだ。ともっちさん、だるまちゃん、ありがとう。今日おかげんどないおすえ、なんかいいね、おかげん、あ、おかげん元気かいってことか。おかげんどないおすえ、何言ってはります、もう冗談がお好きやん。こんな感じね、美しいな本件、可愛いね。でもね、何言ってやりますね、冗談、もう厳しい方やわ厳しい方やわ。祇園ってさ、全然話変わるんだけど、祇園っていろんなところにあるくない？なんでさ、祇園って名前はさ、いろんなところにあるんだろう。せやんさん、かわいい、ありがとう。広島にも祇園ってあるの。広島にも祇園ってあって、京都にも祇園ってあるでしょ。この前福岡行ったら福岡にも祇園ってところがあったの。いろんなところに祇園ってあるんだね。あ、アデミのっけ、広島弁大爆発、嬉しい嬉しい うちあんたのこと好きやわ、好きやわ、好きやわ、いいね。こっち来や、こっち来や。すごい京都に、あ、そうなんだ、そうなんじゃね。そう、祇園、うん、銀座も多い。あ、本当に銀座も多いんだ。あれなんでなんだろうね、いろんなところに。京都の地はあちこちねえ、なんでさ、いろんなところにあるんだろう。しみこさん、いいね、ありがとう。祇園めっちゃ思って、祇園っていっぱいあるなって。祇園少女懐かしい、祇園少女の鐘の声、諸教無常の響きあり、シャラ少女の花の花の町、お、わかんないよもうここから。諸行無常の響きあり、シャラ少女の鐘の色か。ミミンさん、青いだるまちゃん、青いとこちゃん、ありがとう。ねえ、あ、神様と同じか、そういう感じなんだ。神社へ栄えた町が祇園、そういうことね。神社で栄えた町をもう祇園って言うんだ、そういうことなんだ。そういうのがあるんだ。今日長らく都だったから金沢の山口、あー、へー、金沢、金沢有名だよね、小京都みたいな感じで。最近すごい、そういう感じなんかな。そういうのでなんか京都の祇園がいろんなところで使われ、散りばめられた。そういうことか、似させたってこと。おはよう。祇園ねえ、祇園ってよく聞くよね。あ、上司一斉の断りを表す、
溺れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、あ懐かしい、出た最後まで、すごい、めっちゃこれ覚えたんよ中学の時。覚えて授業中先生の前まで行って何も見ずに先生の前で言えたら合格でも自由にしていいよって、自由なことしていいよこの時間っていう授業があって、めっちゃ一緒に覚えたんですよ。そう覚えた、これ祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、めっちゃ覚えた、懐かしい。おはよう、あ銀座があちこちですか、銀座の範囲にあやかろうとしてあちこち使われた、あそうなんだ、やっぱあれか、なんか祇園も銀座もそれに似させるじゃないけど意識してつけられてるのか。小京都ね、え、あと金沢のね行ってみたいよね、金沢、うん、お姉ちゃんもね行ってみたいって言ってて、いつか行こうやーって言ってるけど遠いからね、あんまり実現まだしてないけど、いつか行ってみたい金沢県ね、あるよね、覚えさせられるというかね、覚えましょうみたいなやつね、学校でね。おはようね、今でも全然うろ覚え、初めの何分ぐらいしか覚えてないけど忘れられないもん。え、食べ物も美味しいんだ金沢、金沢県いいな。ねえ覚えたよね、あ特に関東大震災の後東京一番効果が良かった現在に自分たちの町も早く復興しようと思って、そういうことね、なるほどね、そういうので多いんだ、関東の方に多いのかな、じゃあ銀座って、あんまり関西で聞かない気がする、銀座だから多い印象なかった、関東の方に多いのかな銀座が。ねえ魚美味しいんだ、金沢県じゃないか、金沢市やばい恥ずかしい、金沢県って言ったね、金沢県だと思った石川県よやばい、バカがバレちゃう、金沢市、石川県金沢市確かに私も金沢県って言ってなんかめっちゃ聞き覚えないな金沢県って思ったなんかあ金沢県合ってるよね、金沢県、金沢府金沢都金沢府とかだっけって一瞬思ったけど府じゃないしなと思って、金沢県って言ったけど石川県だね、ごめんおバカでした、もう石川県です金沢市や、あ県庁所在地かごめんね、ねえ平気何も疑わず金沢県かと思った、確かに響きが似てるけど神奈川県と、地理が弱いんだ。おはよう、はずいわ、はずい恥ずかしい、バカがバレちゃう、青森のあきらさん、初見さん、おはよう、お魚おいしいのいいなー、あ、名古屋県？あー確かに名古屋県だと思っちゃう、うん、愛知県名古屋市やね、仙台県、
県庁所在地が、県庁所在地が、福井県と石川県の間のところ温泉いっぱいある。あ、そうなの、行きたい。温泉いいな、温泉行きたいな。北海道で行きたいな。東北の方も行ったことない、本当に行ってみたい。青森のあきらさん、ありがとうね、よろしくお願いします。行きたいな。海鮮ね、魚大好きだから、結構海鮮系が美味しいところはいいですね、好きですよ。美味しい。東日本の人は鳥取と島根、西日本の人は栃木と群馬の位置関係が欲しいと。確かに栃木と群馬難しい難しい。確かに、確かにパッとちょっと出てこないかも。栃木と群馬どこら辺がどんな感じか。広島市は広島県です、それは言えますよ。広島市は広島県。ねえ行きたい北海道ね、めっずっと行きたいと思ってる。本当に行ったことある最北端で東京、え、そうそう、東京が最北端、一番日本の最北端、今のところ行ったことある最北端東京です。東京より先はね行ったことない、まだ。じゃけんいつか行ってみたい、東北の方も。岩手県の県庁所在地、やだ、チリチリ始めないでチリ始めないで。岩手でしょ。あ、でも岩手県は歌があるからいける。北海道はさ、ポロ、次は青森、秋田、岩手の盛岡で、盛岡です、盛岡市盛岡市。なんかね、東北までは歌で覚えてる。東北までしか覚えてないんだけどね、歌。ねえ行きたいよ、仙台とかね、行ってみ、関東の位置関係ね、めっちゃ苦手。県庁所在地ロックンロールはね、北海道は札幌、次は青森、秋田、岩手の盛岡、福島のみと、違う違う茨城の、あ、うちでも飛ばしてるね、その間。岩手の盛岡、わ、なんかと間飛ばして、茨城の水戸に、栃木は宇都宮しか覚えてないそこしか覚えてないそうそう、そこしか覚えてないんですよね。ちょうど、確かよかった、ちょうどギリギリ盛岡だけわかるそこの先行かれたらちょっと厳しかったね。えロックンロール県庁所在地、ここと、そことそこしかね覚えてないんですよ、結局歌でも。おはよう、広島、え、いいところだよね。ね、
群馬。おはよう。あ、そうなんだ、温泉多いの。そうなんだ、温泉情報。群茨城の水戸に栃木は宇都宮。もうここから出てこないんだよね歌的に。群馬は神奈川横浜か。神奈川横浜。中四国は把握してる。うんうん、中四国はね大丈夫、うん、関東中部、中部近、中部、中部だっけ。中部がめっちゃ苦手なんですよね私。中部地方がすごく、なんか何々県って言われると分かるんだけど、何々県はどこでしょうって言われると、あ、どこどこどこに当てはめるっけってなっちゃう世界地図じゃないわ、日本地図の、日本地図の場所を当ててくださいって言われると、中部地方が、中部地方があれですね、九州も行ける、九州も行ける。前橋だ、群馬前橋、群馬前橋、前橋だ、群馬は前橋。中四国はね大丈夫だよ、中四国はいけますよ。おはよう。東京はわかる、東京、富山、富山は富山かな無理無理だ、全然。ちょっと地理だけは勘弁、ご勘弁本当に苦手なの、勉強が始まっちゃった。沖縄九州でしょうか。なんかねそれね覚えたことある、九州じゃない、まあ、九州じゃなかった気がする。沖縄ってどうだっけ、おはよう。富士山は静岡。わかるよ。横浜はね行ったことある、あのね中華街行った、横浜の中華街だけ行きました。おはよう。あ、と山梨なんだ、静岡と山梨。あ、そうなのね静岡じゃないんだ、なるほど。どっちにも、どっちにも、どっちにもあるんだ、山梨、静岡と山梨、静岡と山梨ね。
そうなの、大きいんだ。覚える県境なんだね。それは知らなかったわ、初めて知った。そうなんだ、結構バッ、そうなんだ。どっちにもまたがっているんだ。広島県知事アズミンチ、アズミンチアズミンチが中心になって、そうなんだね。確かに鎌倉も行ってみたいな。気をつける、ありがとう。富士山頂、山頂どちらの県でもないんだ。表富士、裏富士、富士山ね、一回登ってみたいな。富士山、おはよう。かずかさん、ハートありがとう。ねえ、行きたい、横浜。いろんな場所行ってみたいな。割と広島以外の場所でフェスするってなったらやっぱり東京が多いし、一番たまに今回の京都みたいに他の県行けたりするけど、基本東京が多いからね、いろんなところで、いろんなところでステージ今後できるようになりたいし、行ってみたいなってすごい思う。富士山登ってみたい。ねえ、行ってみ、登ってみたい。でも山登り私あんまりちゃんとしたことないから、やっぱり結構あれかな。ね、いろんなところ行けたらいいな、行けるようになりたいですね。え、東京とか多いよね。あ、そうなん、広島。そっか、そうだよね、花垂れ。確かにマイキューさんの生誕祭とかぶってるから、同じ日だからね。そうなんじゃん。会いたかったそっか、ショックだ。東京で、ね、できるように頑張る。おはよう。あ、富士山は初登山にあまり向かない。本当？あのね、宮島の三線だっけ、あれぐらいしか登ったことないな。未遂に登ったぐらいかな。おはよう。登山っていうのを初めてかもしれない。ねえ、登ってみたい。でも富士山興味はすごくあります。公演成功祈願で登る研究生全員で富士山に。確かに、楽しそう、楽しそう。おはよう。高尾山ね、高尾山、高尾山でもなんか登ってないか。
おはよう。富士山ハードル高いか。やっぱりそうだね。もう一発目。高尾山、高尾山めっちゃ登ったことあるようなないような。確かになんか富士山よりも登りやすそうな山からちょっと挑戦してみようか。登山企画。ノリノリでやっちゃうよ。登山企画とかあったら。いや距離も遠いから小山ハイランドでバンジーとかにしてきました。全然違うじゃん。全然山登りでもないね。え、そうそう、男子も罰はバンジーからね。まずはっておかしいよね。まずはバンジーからって。あ、やってみたいけど、そんなまずはって言って簡単に絶対やるもんじゃないよね、バンジー。おっと、うわーってなりながら、出始めにバンジーからとか。そういうノリじゃない、絶対違う。あ、あずみって3文字だからうちわ作りに試行錯誤してる。そうなんだ。確かに3文字って難しいかも。確かに、あずみってなるかどれかだよね。確かにね。おはよう。ありがとう。確かに罰ゲーム。まずは滝行ね。なんでそんな、まずはって、まずはじゃないよ。まずはじゃない、全部みんなが持ちかけ出してくるの全然まずはじゃない。そんな初手で行くようなものじゃない。でもスカイダイビングじゃないよ。そんな軽いノリでいけないよ。おはよう。ね、地元の確かに登りやすい山から。まずはごま行。あるでしょ、なんか煙浴びるやつよね。まずは大喜利が始まっとる。大喜利ね、いろんなことやってみたいな。でもいろんなことやってみたいです。確かに修行系多い。 NG ないので。NG ないっていうか、何でも好奇心旺盛の方ではあるから、わりかし何でも進んで楽しめちゃう方だし、なのでいろんなこと やりたいですね。いろんなことやってみたいなと思う。めっちゃ13位白イルカさん、ありがとう。12位これは瀬戸内の太陽さん、ありがとう。11位カズカさん、ありがとう。10位サトピさん、ありがとう。9位カゲさん17さん、ありがとう。8位ムロキックさん、ありがとう。7位リョウさん、ありがとう。6位ドッチャンボヤさん、ありがとう。5位リンくん、ありがとう。4位マシマシさん、ありがとう。3位ジュンジュンさん、ありがとう。2位コサスターさん、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルバーン、ゆずきちさん、ありがとう。ありがとうございます。おはよう。ひりあずみさん、バラありがとう。そう、ありがとう。
またね、頑張ろうね。今週も一週間あくびでやっか。今週も一週間頑張ろうね。頑張りましょう。まずは月曜日いってらっしゃい、頑張ろうね。5月ラストだから頑張ろうね。雨に負けず、天気に負けず、いってらっしゃい、バイバイ。夜あるよ配信。うん、じゃあねえねえあずみんであります。せーのって言ったらねえねえあずみんって言ってください。いきます、せーの。なーにー、バイバーイ。バイバーイ、いってらっしゃい、頑張ろうねー、バイバーイ、いってらっしゃい。